福岡に住んでます。です。よろしくお願いします。はい。今やってることは、ことで言うなら、占い もしてます。それと、最近はめっちゃ、なんか絵描くことにハマってて、絵描いてます。急に話すってなると、こうちょっと緊張しちゃうなって。ふうさんと、出会ってからかな、なんか、急に、全く、子供の頃とかに、ちょっと、霊現象というか、そういうのっていうのはあったんだけど、大人になってからあんまりなくて、で、だからなんかこう、スピリチュアル的なこととかっていうのは、あんまり興味がないわけじゃないけど、あんまりしん、うんと一部の人だけみたいな感じで思ってたっていうのが正直なんですけど、そのクーさんと出会ってから、リュウさん、クーさんにもちょっとお話ししたかもしれないですけど、リュウが見えた話とか、なんか急にですね、そういう自分にも起こるようになったというか、で、そっち方面に、どんどん今シフトしていってるっていう感じかなっていう。で、リーディングとかもしてもらったりして、自分でもして、なんか今は、自分を整えてる感じですかね。内側の自分と外側の自分と、なんかちょっと仲良くしましょうやないけど、そんな感じでちょっとやってる感じですね。まあ、そんな感じです。最初に今何やってるっていうのを言ってもらった時にちょっと途切れちゃったかもね。一言で言うとみたいなのが。一言で言うと、と。占いに、はい。ツールを使ってます。前も話したけど、その古代文字を使ったりとか、カード使ったり。なんかマヤ暦だったりとか、なんかいろいろちょっと組み合わせてちょっとセッションしてます。とかもしてたんだけど、今こんな感じなんであんまりしてなくて、でクーさんのつながりで、それこそモニターっていうことでオンラインで初めてセッションこないだしましたね。アミットさんです。で、その後にまたリンゴさんのつながりで、なんかこうつながった方がいたみたいで、その方のセッションもちょっと私も受けさせてもらったんですけど、それもね、面白かったです。なんか、なんだろう、霊気かな、思うんですけど。最近の変化はどうですか？最近はね、もう本当整えることばっかりずっとやってるんですけど、ふと思い立った時には絵描いたりとかね。で、なんかポイントポイントで、それこそ龍が現れたりとか、セッションを受けることになったりとか、なんかそういう流れ、自分の中のポイントの時にそういう、ビュー見たりとかセッションしたりとか、なんかそういう感じで流れが来てる感じはします。前、ズームかなんかで話してもらった、水道管が破裂した話、竜みたいなね、木の根っこあ、そうそう。木みたいなのが落ちてた話ね、あれがすごい良かったなと思って、すごく、もう抜けたねっていうメッセージだったんだよね。で、ズームとかいろいろ
何回も参加してもらってるけど、本当にそういうふうに感じてたから、うん、あ、嬉しいです。ね、うん、すごく変わったよね。いや、めっちゃ嬉しいです。自分ではあんまり感じてなかったりするんですけど、うん、でもなんかやっぱりこう少しずつ自分の中でも、あ、変わってるとか軽くなってるとか、うん、そういうのはちょっと分かるようになってきたかもっていう。なんか思い込みを外してるみたいな感じですね。だいぶ軽くなってる感じだね。ね、今日もね、これ参加してもらってよかったなって。嬉しいです。ね、いや、参加するのどうだろうとか思ってたんですけど、恥ずかしいなとか思いながら。アポさんにはね、参加してもらえるといいなと思ってたから。ああ、嬉しい。ね、意思表明してもらえたからよかったなと。いや、こんな感じなんだけど、でも、どうなんだろうとか、あんまり喋るの、なんか得意じゃないけどと思いながら。今、絵は置いてないの、今、近くに。置いてます。もう一回ね、でも見せてください。嬉しい。なんかちょっと、恥ずかしいですけど。ね、ね、明るくて、綺麗な、ね、鳥さんですね。なんか、青い鳥じゃなくて黄色い鳥っていう感じなんですけど。鳥って感じだよね、鳥も。ね、こっちが、月で、こっちが太陽なんですよ。なんか、こっちに向かってる感じもあるけど、なんだろうな。なんかこう、浮かんだまんま描いたっていう感じ。なんか鳥も光だけど、でもまたさらに光に向かってるみたいな感じだよね。他にもあるの？今日これだけ？昨日なんかふと思い立って書いたのがあるんですけど、こっちは、これは昨日書いて、ちょっと光の加減も難しいんですけど、光のね、なんか光るかな、なんか月みたい、ね、満月みたいな、なんかね、なんか自分が見たいまんまを描きたいんですけど、その技術がなくてこんな感じなんですけど、なんか夢の中でね、この、多分龍の目かなっていう、初めて目を見たんですよ。なんか、パール色というか、オーロラ色というか、感じだったんですけど、まだちょっと、なんだろう、こう納得はいってない感じだからあれなんですけど、どっち向きっていうのがよくわかんない。なんか書いた後めっちゃ疲れたって感じだったんですけど、ハートチャクラがあんまり開いてなかったっていうので、ちょっとそれを書いてみたっていう。そんな感じですね。あ、ちょっとキラキラが見える。あ、見えますか？うん、キラキラなんです。なんか見える。綺麗だね。ねえ、綺麗。エメラルドグリーンの。なのを書いて、なんかこの前、私の知ってる方の、なんか、お絵描きコンテストっていうのがあって、それに応募した絵を、この間描いたんですけど、真似して描く。ですけど、それがこっちで、また全然タッチが違うんですけど、これとにかく美味しそうに描いてみたいな感じだったんですけど、パフェ美味しそう。本当はここになんかこうワンちゃんがいるっていう感じだったんですけど、なんか袋を描きたくて、袋に見えますかね。袋、なんかフクロウカフェなのかなと思って。
そのオンラインのモニターさんを募集しようとは思ってて、うん、を、なんかあのブログずっとストップしてる状態なんですけど、それをちょっと再開させなくちゃっていうので、それも、インスタのアカウントにそのブログのあれも貼ってあるんで、リンクも、なのでそんな感じでちょっとお願いしようかなと、はい、貼らせてもらおうかなと、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれもね、絵とか占いとかいろいろね、楽しんでください、うん。ありがとうございます。おかげさまです。なんかね、本当、いや、面白かったよね。前、あの、ユンタクの時にもね、あの、描いた絵がちょうど、ね、うん、シンクロしてね。あ、そうそう、びっくりしました。ね、うん、楽しかったです、また。すごい、なんかつながってるんだな。はい、これからもよろしくお願いします。またありがとうございます。またどこかで会いましょう、うん、はい、お願いします、うん、はい、じゃあありがとうございますありがとうございます。はい、それでは失礼します。はい、じゃあ自己紹介からお願いします。私は今韓国の釜山というところに住んでいて、2005年に韓国に来たので今で15年ぐらいになります。それで、はい、そうですね、釜山のことを知ったのは、あのある方のオンラインサロンで、あのクーさんがインスタグラムの紹介をされてて、そこであのクーさんのことを知って、あのいろいろ世界が広がったんですけど、それでいろいろクーさんに、リーディングしてもらったり、統合ワークしてもらったり、クーさんに出会ったのは去年の2月だったんですけど、それでリーディングしてもらったのは去年の4月で、で統合ワークしてもらったのは9月、去年の9月でした。で、その後、何回かリーディング練習会もさせていただいて、そうですね。で、いろいろ魂の、あの望んでることとかをクーさんから教えていただいて、いただきました。最近の変化としてはどんな感じですか？最近の変化、そうですね、そのクーさんに出会ってから今までのことをいろいろ振り返ったんですけど、もうすごい変わった、その変化はものすごく変わったのは、感じてて、そうですね、出会う前とかはその、あの次元上昇のこととか、そういう神様のこととか、そういうのあんまりあの分からなかったんですけど、あの今はなんかその存在っていうか、あの
助けてもらってる周りの存在はすごく常に感じるというか。すごい。うん。そうですね。で、私がクーさんから教えていただいた魂の望みっていうのが、フィリピン の, カモテストっていうところ の, カバンの2013年に大きな災害があったんですけど、そこでその女性のそこに住んでる方を復興を願って作られたカバンがあって、そのカバンをそのカバンのために活動されてた方がいたんですけど、そのプロジェクトを復興させるっていうのが私の魂の望みっていうのをクーさんから聞いたんですけど、でそのカバンっていうのがこんな感じの、こんな感じのカバンなんですけど、編んであるんだ。あ、そうなんです。お米の袋で作られた、すごいカラフル。そう、そうなんですよ。こんなテーブルマットもあって、で、この活動は実はもうストップしてしまってて、でそれを復興させるっていうのを聞いて最初はものすごくびっくりして、でその後あと魂の望みを聞いてしまったから、それをしなければいけないっていう、なんかしなければいけないに私の考えが変わってしまって、それが逆に負担になって、どうしたらいい、どうしたらいいっていうのをずっとその後考えすぎていたんですね。で、あ、これはなんか違うなと思ってきて、一旦ちょっと考えるのをやめようかなって思って、それと同時にまたリーディング練習会のリーディングもなんか思うように自分がリーディングできてなくて、ちょっと休もうと思って何も考えず自分の好きなことに集中しようと思って、あと自分を大切にしたり、自分と向き合う時間を最近とっていて、で最近気づいたことは、そのこのカバンに出会ったことを時のことを考えて、でもし私がクーさんが教えてくださっていた魂の望みを生まれる前に決めてきたっていうことだったら、全部それを遡ってみたら、私が韓国に来たこととか、その活動をされてたその人に会ったこととか、全部全部が偶然だと思ってたことがなんか点となってつながったというか、なんかすごいなと思って、でその時出会った自分の気持ちを思い返してみたら、すごくその時は魂が興奮してたんですよね。でこのカバンを売ってる時に、その一つのなんかこういうチラシをもらったんですけど、このチラシ一枚をなんかずっと忘れられなくて、ずっといつも見える場所に置いてて、でその
その活動されてた方のことも大好きで、それが私の、あの子供の担任の先生だったんですけど、で、そう、何かすごく引きつけられるものがあって、うん、その時の思いをもう一回返してみたら、うん、やっぱりなんかすごい思いが魂を持っているんだなって、最近はすごくまたなんかそんな思いになんか思い出してたんですけど、うん、でもどうやってっていう感じで、まだそれは、うん、一人の力ではできない感じなんですけど、うん、今はまあ、うん、いろんな違う、これ一つに集中せず、いろいろ自分のやりたいことにいろいろ目を向けてやっています。うんうん、魂の望みはやりたいってことだから、それがやらねばならないになっちゃうとなんかおかしいよね。あ、そうなんですよね。出ちゃってるんね。うん、うん、もミッションとか自分であるけど常に考えてるわけじゃないし、忘れちゃってるし、うん、うんね、やりたいって言ってるわけだから、やらねばならないって思い込んだ時点で何か必要があったから、うん、今ね、違うことやってるからいいと思うんだけど、はい、うん、それから、さよさん の, あのゴミ拾いの話がすごい良かったんだけど、あ、そうですね、ゴミ拾いはもともとすごく大好きで、なぜかわからないんですけど、さよさんの話が素晴らしいなと思ったのは、例えばゴミをあった時に、あ、汚いなと思ってこれはきれいにしなくちゃっていう感じじゃなくて、こうワクワクしてね、あ、そう、もうなんかすごくワクワクして宝物みたいな感じに、なんか感じてこの間さよさんの話を、このビーチクリーンする時の話を聞いてから、あのすごい、あの 前より抵抗がなくなったっていうか、ああ、うん、そうですか、うん、え、コトリンさんもやるんですか、やっと時々ねえ、あのちょっと持ち歩くようには、うん、とか入れて、うん、ビーチ行った時に気になる、うん、すごい、うん、っていう感じ なんかすっきりしますよね、うんうん、はい、じゃあまたね、いつか沖縄来られる時はね、あ、はい、ください、は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 い、じゃあありがとうございました、ありがとうございました。